感染が確認されたのは、郡山市で300人、福島市で260人、県北で169人など、県内合わせて1538人です。感染者の数が1500人を超えるのは、9月7日以来54日ぶりで、8日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。年代別では10代が340人と最も多く、 ついで40代が244人などとなっています入院は232人で重症は1人病床の使用率は30.5%で12日ぶりに30%を超えました感染者数は増加傾向にあることから県は引き続き感染対策の徹底を呼びかけています